走って戦う RPG の RTA、ハージもあるよ。本動画は、光栄より発売された、ゲームボーイソフト。モンスターレースの、RTA、ゆっくり解説実況です。まずはじめに、本記録は、最速でも何でもありません。現時点での最速は、ノコノコチャート兄貴による、2時間9分、50秒。しかし今回は、あえて少数派の、トプスチャートで挑みました。結局、本チャートでの更新は、叶わなかったのですが、一応、2位まで行けたので、これで妥協します。まあ、オリチャー挑戦動画ということで、どうか、ご了承ください。さて、そろそろ始めましょうか。計測区間は、ニコ生 RTA ルールを採用し、データ作成からとします。それでは、はい、用意スタート。開始早々、親に呼ばれる主人公。どうやら、お使いのようです。しょうがねえなぁ。この世界では、モンスターレースが、非常に盛んで、どうなくにゃんにょ、みんな、レースに夢中です。ここ、モリソンタウンでも、もうすぐ大会があるということで、お父さんの参加賞を、作ってあげます。主人公のレニーは、ちゃっかり、臨場参加する様子。一度も経験なしですが、まあ、なんとかなるでしょ。とりあえず、父の証を、渡しに行きましょう。どうぞ。さて、自分に似てきた息子に、感激したお父さんは、張り切って、レニーのモンスターを、捕獲開始。というわけで、捕獲チュートリアルのスタート。ゲットの仕方に加えて、レースの基本も、学べるのですが、そこら辺は、また話すとして、ここでは、最初の相棒について。このチュートリアル後、最初の相棒を、3匹から選びます。個性的な力を持った、ここ限定の、モンスターたち。どの子を選ぶかで、今後のチャートが、ガラッと変わってきます。で、先駆者型のほとんどは、ノコノコを採用していますが、今回は、このトプスくんで、走ってみたいと思います。秘めたポテンシャルは相当ですし、何より、当時の相棒だからね。あ、ちなみにウリランは、採用率 0% です。悲しい。さあ、相棒と共に、初めての捕獲作業。ここでは、このワタピーか、ウィンリューが出てきます。どちらが出るかは、完全ランダム。開幕運ゲー、たまげたなぁ。さあ、手持ちも揃って、いざレース。と、言いたいところですが、トプスチャートは、まだ無理です。追加で、モンスターを捕まえます。お目当ての出現率は、体感 5%。出ないときは、マジで出ません。一応、3分半まで粘ります。早く来い来い。うわ、本当に来ました。それでは、ワニャンを確保。追い抜けばゲットです。モンスターは、ゴールに向かって、走り続けます。彼らに、休憩の2文字はありません。スタミナ切れても、ひたすら走る。ただ、プレイヤーによる、途中交代は自由。そこがミソです。はい、ゲット。水地形で頼れるワニさん。トプスチャートでは、絶対必要。さて、ダブル運ゲーも突破。あとは突破し、うん？なんか、生意気そうな子だなぁ。あの子はバッチ。レニー君の、ライバルキャラです。今後も出てくるので、一応、覚えておいてください。さあ、それでは本番。まずは1回戦。行け、トプス。試合では、野良戦と違い、ゴールまで走り切ります。距離が長い上、様々な地形が、待っているので、うまく交代させて、上手に走らないといけません。まあ、モリソンは楽なので、はい、ゴール。全部で4試合ですが、ここはすべて、トプタンで余裕です。消耗したスタミナは、気にしなくて大丈夫。
ある程度は、試合後回復するし、レベルアップ時は、全開するからね。あ、レースで勝つと、経験値をもらえるわけですが、経験値は分配し、少数で戦えば、その分集中します。トプスは主力なので、育てる意味でも、モリソンは短期で行きます。もう準決勝ですか。そろそろ、詳しい解説も、していきましょう。本作は、ただモンスターを走らせる、単純なゲームですが、様々な要素が絡み合って、意外と、奥深さがあります。その一つが、地形。コース上には、様々な地形があり、モンスターの種族によって、得意不得意があります。速度に、露骨に響くので、相性を揃えることは、かなり大事。万能なモンスターはいないので、適材適所が、基本ですね。では、地形に注目しつつ、決勝を見てみましょう。バッチの戦闘は、クラケン君。水に強いが、石はそこそこ。はい、砂地であえなく速度ダウン。逆にトプスは、一気に加速。地形合わせの重要性が、今のだけでも、わかるでしょう。ただ、交代時はこのように、急停止してしまうので、あんまりホイホイ変えてると、逆に、ロスになることも。コースはどんどん長くなるので、スタミナ配分も、考えないといけません。レース全体を見て、的確な判断を下すことが、勝利に必須。ゴリ押し不可の、采配勝負。それが本作の、大きな特徴なのです。さて、初挑戦初優勝で、気を良くした、レニー君は、世界最高峰の大会、ベリーベストカップを、目指すことに。ベリーベストは、今年で、開催100周年。例年以上に、注目の的。挑みがいがありますね。よし、まずは花の都、セントシティへ。ダメでした。なんで？どうも、人気アイドルが来ていて、厳重警備らしいです。どうすっかな俺もな。うん。謎の女子から、セントシティへの案内を、頼まれました。それはむしろ、こちらがお願いしたいですね。無理ですごめんなさい。と、シンディのサインをゲット。シンディは、赤色封鎖の原因である、小学生アイドル。なんであの子が、そんなもの持ってるんやろなぁ。さて、町には地下通路がありますが、地主の息子が、塞いでいました。シンディを託だったので、サインで買収。任務完了です。じゃ伝えましょ。おう、道ありましたよ。あっという間に、ウキウキ笑顔。現金だなぁ。ちなみに、なんで塞いでいたかというと、スータウンの住人が、とっても意地悪だから。通路の先には、モンスターを合成する、ミックス屋があるのですが、大会で、よそ者を勝たせないため、嫌がらせをしていたのです。さあ、女の子ともお別れです。はい、この子がシンディだったのか。彼女が、セントシティに来ていたのは、セントで開かれる、グレイテストカップを見るため。グレイテストは、ベリーベストの次に、歴史ある大会。そこで勝てば、レーサーとしての評価も、爆上がりです。面白そうですね。よし、じゃあ挑んでやるか。2カップで勝てば、グレイテストの参加権を得られます。最弱らしいし、軽くひねってやるぜ。さあ1回戦。敵の戦闘は、モゴロン。この子の能力は、トプスと似ています。石が20丸で、草も丸。じゃあ、しばらく並走か。と思ったら、坂でトプスがリード。なぜかというと、トプスの方が、パワーの値が高いから。モンスターには、地形相性以外にも、右のような、能力があり。上り坂では、この中のパワーが、重要になるのです。さて、レースの方は、楽勝ムード。最弱カップというのは、本当みたいですね。余裕余裕。ん？あ、やばいやばい。うわあ、
なんてね。はい、レニーの勝利。お疲れちゃーん。今のは決して、運でもやお経でもありません。敵レーサーの交代タイミングは、固定されており、一回戦は、必ずあの地点で、交代してくるのです。さて二回戦。ここでは、特技について、お話しします。試合では、一匹につき一度だけ、特技を使用できます。例えばワニャンは、敵のパワーを下げる、光線の使い手。特技をうまく使えば、レースを有利に、運べますよ。また、特技にはこんな使い方も、見ててください。それ、スピードアップのダッシュを、ワタピーの混乱で、上書きしました。このように、敵の特技を、打ち消すこともできます。敵は、交代と同様、特技のタイミングも、一定なので、事前にしっかり把握して、可能なら、対処しちゃいましょう。さあ、この準決勝でも、上書きが重要に。敵は、さっきと同じふわわくん、ダッシュを持っています。ダッシュは、一定時間スピードアップ。使われると辛いので、へい。オッケー。これで、敵の大量リードを阻止。かなり綱渡りですが、これでなんとか、勝利できます。まあ、のこのこチャートなら、もっと楽に、勝てるんですけどね。その理由は、のこのこの、地形適性。数カップにおいて、非常に有利な、能力なのです。唯一苦手なジャンプも、ウィンリューでカバー可能。こっちは、ジャンプ適性全滅。そのせいで、苦戦必至です。ワニャン捕獲もあって、序盤は遅れ気味。まあ、トプスの進化は後半だから。さあ、決勝戦。ここも、ギリギリの攻防になります。特技打ち消しが重要なのは、もちろんですが、スタミナの成長具合も、気にしないといけません。スタミナなどの能力値は、レベルアップで、成長します。一応、伸びやすさという設定は、あるのですが、結構、運でばらけるので、特に序盤は、安定しません。一部のキャラが、あまり肉図成長でしたら、前後で少し、分担するなど、その場その場で、調整します。ここもそんな感じ。まずは、特技打ち消し。ここ。そしてすぐに、トプスに交代するのですが、もし、トプスが貧弱成長だったら、もうしばらく、ワニャンに走らせましょう。今回は、良い成長なので、即交代余裕でしたが、今後も、そういったアドリブは、たびたび必要になります。何はともあれ、数カップ制覇。最弱なんて、とんでもない、すごく苦しい、戦いでした。まあでも、これで堂々、セントシティに乗り込めます。グレイテストを制覇して、一躍、有名人になってやるぜ。おう、ありがとう。さて、戦闘に入る前に、ちょっと寄り道。まず、道端のアイテム、イチゴを拾いまして。そして、お兄さんをナンパします。で、あ、唐突にレーススタート。このように、NPC の中には、対戦になる相手もいます。しかも、これは賭けレース。勝った方が、モンスターを分取れます。事前確認もなしに、いきなりスタートという、罠仕様。プレイ当時、わけもわからず、涙を飲んだ方も、いらっしゃるでしょう。でも、これは RTA。対策はバッチリですよ。見事勝利。コネラス、ゲットだぜ。コネラスは、この地形に強いモンスター。グレイテストカップから、焼け跡という地形が、出てくるのですが、この子はそこで、無類の強さを発揮しますよ。さあ、ようやくセントシティに到着。シンディは、出歩いた罰として、強制帰宅したようです。まあ、レニー君には関係なし。やることやりましょう。セントの外れには、イモムーが、捨てられています。この子は、いわゆる一つのコイキング。その成長に、ご期待ください。
やることは、まだまだあります。芋虫くんを、拾った後は、住宅街を練り歩き、他人の民家に、ずかずか。初見のおじいさんから、会員証をいただきます。見知らぬ少年に対して、えらく優しい人でしたね。ちなみにあの方は、バッチくんの、おじい様。隣には、バッチの本宅も、弟と妹が、いるようですね。結構、好かれているみたい。あんなに意地っ張りなのに。しかし、親が見当たらないんだよな。あ、ふーん。さて、無駄話は切り上げて、お買い物タイムです。ここでは、モンモンベルト、つむじ風を購入。つむじ風は高価ですが、後々のため、奮発します。そしてここで、会員証を提示すると。はい、ローラースルー号をゲット。B ダッシュ解禁です。ふう、高速移動、できるじゃない。これで旅が、ずっと楽になりました。どんどん走りますよ。まあ、後でもう一段階、アップするんですけどね。さて、グレイテストカップです。歴史と注目度は、世界屈指、望むところじゃあ。1回戦は、ワニャン戦闘。スタートしたら、速攻戦。これで速度ダウン。沼は悪路なので、パワーもいるのです。次は、砂地と上り坂。石属性かつ、上り坂でパワーも必要。トプスの独壇場ですね。お次は芝。ここで、芋むいこじろうを投入。別に、トプスのままでもいけますが、少し育てたいんです。四つ目は雪。氷に苦手だと、かなりきつい。しかし我々には、ワタピーがいます。ガンガン走っていく？ワタピーは、他が苦手な、氷とバランスを、担ってくれます。片割れのウィンリューもいいんですが、この子も、負けてませんよ。バッチリ勝利。小次郎くんも、レベルアップしない。このゲーム、なぜか知りませんが、経験値がブレるんですよね。まあ、これはたまにあること。想定内のケースです。いつもは今のところ、ワタピーを出すんですが、代わりに、小次郎を出しました。こっち優先で、育てます。ちなみに、開幕速攻隊は、一斉だけでなく、競り合い開始と、ガッツ活用も、大きな目的。でも、それは後で、もうすぐ、みんなのトラウマです。この先が、最大の難所。はい、焼け跡エリアに、シャドウ降臨。敵のシャドウは、焼け跡地形に、滅法強く、とんでもないスピードで、全国のレニーを、泣かせてきました。しかし、同じく焼け跡上手で、スピードダウンの特技も持つ。ホメラス君のおかげで、ギリギリ逃げ切り成功。ウィンリュー不在の本チャートでは、ホメラスがいないと、ここで詰みます。だから、多少ロスしても、賭けレースが必要だったんですね。回復とドーピングを済ませたら、準決勝突入。ではここで、競り合い回避について。まず、右の映像を、ご覧ください。明らかに、右の方が、遅くなっていますね。このように、モンスターが横並びになると、競り合って速度が下がります。勝敗に影響はありませんが、RTA 的には、よろしくないので、可能ならば、なるべく回避していきます。そしてガッツ。ガッツは、モンレイ特有のシステムで、右のような場面で、速度アップをもたらします。一言で言うなら、タフな場面での強さ、でしょうか。これをうまく発動させれば、少しでも、タイム短縮が狙えます。それもあって、スタートを遅らせたのです。ガッツは、発動場面が多く、かなり重要な能力ですが、最終メンバーは、全員20丸以上。そこはしっかり、揃えてます。ちなみにこのゲーム、プレステ1で、リメイクされたのですが、そちらでは、GB 版以上に、ガッツ効果が高くなっており、
巷では、ガッツゲイと呼ばれているそうです。さて、本パートで、レースの基本を、ざっとお話ししてきました。いろいろ話したので、初見兄貴には、ややこしかったかもしれませんが。とにかくまずは、飛型適性、それとスタミナ配分。この二つさえ、押さえていただければ、大体なんとかなります。特技とか、パワーとかガッツとか、他にもいろいろありましたが、その都度解説するので、今は早い、で、構いません。画面では、決勝戦の真っ最中。現時点のタイムは、だいたい20分ですか。ワニャン捕獲も早かったし、スタミナ成長も、良好なので、ここまでおおむね、理想通りの展開。しかしこれでも、最速アニキと比べて、2分近く、遅れています。タイム差の内訳は、右のような感じ。やはり、捕獲時間が響いてますね。ちなみにあちらも、サボテンテを、追加で捕獲しています。トクスの代わりの、意識系要因なのですが、モンモンベルの導入で、捕獲のロスは、ほとんどありませんでした。よし、グレイテスト制覇。彗星のごとく現れた新星、レミー君の活躍に、街中の人から、惜しみない賞賛が、送られます。これで、立派な一人前、最高の滑り出しとなりました。よし、ここからガンガン勝って、ベリーベストで、優勝するぞ。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。